JR 大館駅のすぐ近く、あ、見えてきた。やっぱり分かった。秋田犬に会いたい。それは分かるね。秋田犬の里大好きでしょう。秋田犬いるかな。撮影しても大丈夫ですか。大丈夫ですよ。あ、どなたかちょっと、あ、待って待って、あ、はい、どな私が、あ、いいでしょうか、はい、あ、すごい、あ、待って待って、あ、もういる、もういる、いる、もういる、その中にいる。ちっちゃい、ちっちゃい秋田犬ですか。はい、ちっちゃい秋田犬、はいはいはい、はいはい、お、いたいたいた、はい、ですね、あさってちょうど3ヶ月になるワンちゃん、メメちゃんって言うんですけど、メメちゃん、まあ本当の名前はシュホーメっていう名前で、まあ愛称でメメちゃんって言うんですけど、そうですね、やがて展示犬になってですね、お客さんに見てもらうときにストレスを感じないように小さいうちからいろんなことに慣らしていくというのを社会科トレーニングというんですけど、そういったんで、これも市内のブリーダーさんが飼っているワンちゃんなんですけど、ここで一旦預かってですね、この場所がとっても楽しい場所だっていう思い出を作らせてるんです。今外でお散歩タイムということでついていくことに。かわいい、よし、ね、外で会おう、外で、おいでだって、行かない、なあ、セーレンコ。どれぐらいの大きさになったら展示予定なんですか。は一応生後8ヶ月になってからここまで一応待ってるんですけど。そうなんですね、はい、これも怖がってますか。ちょっと大丈夫だよ、怖がりな性格なので、ちょっと今こう慣れる練習を、そうなんですね、はい、いいんですか、ありがとうございます。めめちゃん、めめちゃん、めめちゃん、ほら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 、あ、でもあれですね、優しく食べるんですよ、こういうふうにちゃんとしつけられたワンちゃんはこういうふうに食べるんですよ、そして餌持ってるとちゃんとプリプリ、そっちの方が多いけどさ、こっちにあるよ、ほらペロペロって触ってもいいですか。下から頬が変わってあげると、下から、はい、最強ですよ。ふわふわレンガな、もふもふレンガな、ずっと触ってたい。うわ、ふわってなる。すべて癒してくれますね。早口駅の目の前に一の日っていうのぼりがある。何か一が開かれてるのかな。あ、にぎわってる。なんかちょっとこじんまりとしてますけども、すごいいい雰囲気ですね。こんにちは。今日は一の日なんですか。はい、この早口の一っていつ開かれてるんですか。あの旧の月。これなんで切ってるんですか。これは初にちょっと警察車の見本に見せれるの。あ、中はこうだよって、うん、でもこれなんか蜜が詰まってそうな、うん、蜜がこう散らばってきてるから、うんうん、もう切ったのありますね、うん、食べますか。来たこういう位置で楽しみといえば綺麗ですね、うんうんうん、甘い、隣は種屋さん？種屋さん。若い方が接客されてますね。そんなに若くないし。しっかりお話聞いて。いや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 。これ我々の疑問もあるもんだから。大丈夫大丈夫。これ以外の。いや、あとこれしかない。すごい、もういろんなお客さんの対応。そう。すごい。すごい。こんな中じゃん、うん、私の話もきちんと聞いてる。急にこれ先輩、モンブラ。モンブラ来ればね。ネズミさんが来ると。
やっぱ食べられちゃう。いい子になったなと思って喜んでればや。次の年なんもねえはん。もうだって色に見えなくてさ。1300円。1300円。こちらのお客様がお会計に入りました。まるで聖徳太子のような春日さんでした。中山商店の方。そうです。まずね、年配の人が多いからね。だんだん今度若い人が入ってきたから、自転車もいくらか変わってがってくると思ってます。なんかすごい気になるんですけれども。若い人がだね。女性の方、右手にスマホを持って。同じの協力隊。あ、地域おこし協力隊の取材中ってことか。お客さんな感じで。なったりする。へえ。おはようございます。おはようございます。ビビサキタ放送の坂井真也と申します。今何してたんですか？大館ライフっていう YouTube で配信しているんです。その取材に。いかがですか、北は。いや、私地元が北で、はいはい、一回やっぱり就職して東京に行ってこうやってまた戻ってきたら知らなかった魅力がいっぱいあって、こういう一部とかも住んでる時は来たことがなかった、知らなかったのに発掘していくうちにいろんなこうディープな場所とかを知って、もう改めて大好きな場所ですね。そんな松尾さんが取材中だったのが、こちらのニンニクがすごく有名で。ニンニク、これは、はい、うちで作ってるニンニクです。めっちゃ立派、大きい。お花ニンニクって書かれてますね。そうです、はい、うちお尻を大事にしてまして。お尻を大事にしてる、いいワード来ました、はい、お尻の形がいいニンニクを選別基準で、本当だ、お花みたいだよ、そうそう、お花が咲いたようなお尻、綺麗を、お花ニンニクという名前で売ってます、なんでこんな綺麗なお尻になれるんですか？若いうちに撮ってるからです。あ、すみません、そういう意味じゃないですかね。前に向かいます坂井のロケで来た、ここだ、カラオケクラブゆめ。ここは大館に来たらどうしてもまた寄りたいと思っていた場所なんです。今から2年半前、耳からきりたんぽ、あと、もうこれヘアバンド、カチューシャ、カチューシャ、作りました。はい、手作りで。昨日作ったばっかりです。おいしい、カリカリのきりたんぽ、すごい盛り上がってる。こんにちは。はい、どうも。あー、ご無沙汰してます。盛り上がってますね。盛り上がってます。スコップじゃみせん。え、スコップ、スコップ。うわー、かっこいい。行ってもいい？いいですね。はい、ただ見に来ただけのはずなのに、気づいたらスコップ三味線を持たされステージに上げられていました。皆さんも十分濃厚なんですが、私のお目当ては、待って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 、会えた、私が会いたかった人。え、待って待って待って、どこどこ来た来た、すごいじゃないですか。お久しぶりです。話コーヒーでもいいですか？そうですよ。このタンポは何でできてますか？お菓子で、串は天然秋田杉で、ちょっと変わってません？作ってもらいました、時和木町の竹内商店さんに。相変わらず食べられるんですか？そうですね、お腹空いたら食べて、また次作って、おやつで、おやつ、おやつで。家に何本あるんですか？今ね、3セット作ってます。9本を3セット。そうですね、イヤリングも2本ずつ。すごい、食べれますので。はい、じゃあ今日も1曲歌ったら持続可能な、はい、はい、こういう感じで、こういう感じで。ちょっと待ってくださいね、いろいろと、ありがとうございます。召し上がれ。本当だ、これ
天然秋田杉です。いい香りする。あ、香り、あ、そう、香り、うん、杉の香りして、はい、ここはお米じゃないんですよね。ふがしで、はい、ガッツと食べるね。ふがしだ。ふかふか。あ、あの、え、味噌味です。あの、どつまるさんのようにね、答え感なかったですね。ふかふか。しっけしけ。おおだって駅で降りて花全取り見つかってまっすぐ歩いた左側同じ座しめまで一休み。すごい、お見せできない。お見せできないでしょ。もうすごい、皆さんもう夢いっぱいの顔してる。歌います、歌います。パラダイスですね、ここは。帰りますか。帰りましょうか。皆さん独特のワールドがあるから。海がすげえ、すごいな。